Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. じゃあ、あっちゃんです。今日は、ヒカルの18回目のバースデーっていうことで、ヒカルのバースデー、バースデーケーキ、食べましょう。ミキちゃんがね、18年前にヒカルを産んでくれて、感謝も込めてミキちゃんも一緒にいただきます。では火をつけましょう。では歌いましょう。シルコ、せーの。タンティアグリアテ、タンティアグリアテ、タンティアグリディアヒカルくん、タンティアグリアテ。はい、消して。なんでやねん。残念。開けたら脳が溶ける。ふーって、なんでバタバタ。はい、おめでとう。はい、ということで、みんなで食べましょう。どうする？包丁できる？そうか、このままいく？ヒカルが好きにしたらいい。どっちがいい？下腕ちゃうわ。どこ？どこよ、どこ？これ箱取って。はい、18歳おめでとうってことでね、ケーキを食べていきましょう。どうする？そのままいく？ちょっとだけ切ってみようか。今日はね、パインとメロンのケーキやね。切る？断面をね、ちょっと見せようと思って。あ、置けた。断面がね、あー崩れた。ぐじゅぐじゅになった。はい、どうする？切る？このまま食べる？ひかちゃん、このままいく？切る？切んの？切る？うん。じゃあどれぐらいにいこう？どこが欲しい？もうホストの好きなところに。なんでやねん。ボケやねえねん。食べられへん、なかなか。メロンとかパインのとこかい、みかんとかいちごのとこかい。自分で切り。そんだけでな。ダイエットかい。変なゼリーみたいな。はい。まあ、これは光るな。はい。あとは量のな。切り口をね、こうやったらいいかな。こんな感じの切り口。ちょっときれいにきれいに。では食べましょう。で食べよう。いや、自分どうする？取る？自分で取る？どうかこのまま続く？大丈夫かな？このまま行く？いかがこのまま行く？ではいただきます。あっちゃんのところも行きます。パインが美味しい。うん、
なかなかようボケてくれるなんてね、これね。カメラのないところで。あ、あっちゃんはね、ミントって。子供はね、あるんで。生クリーム美味しいな。クリームがすごい美味しい。パイ美味しい。この白いゼリーみたいですね。オレンジゼリー。18歳になって感想はどう？え？去年もヘッド張ってる。もうね、現実を見れたくないんで、見るまで。ほんまね、壊してたんだよ。え？違かった？一緒やなかったの？いや。ケーキを食べてな。ちゃんと。いっぱい食べてくださいよ。なんか、考え込んだので。いいことない。パイン食べへんの？パイン美味しいで。ほらほらと。これなんだよ、この黄色いの。みかん。みかんみたいな、みかんのゼリーみたいな。いちごはめっちゃいちご。食べてて。ね、フルーツね、その時のシーズンによって変わってくるよね。いちごはね、なんかケーキ用のいちごっていうのを作っとって、甘いいちごじゃない。ケーキのいちごって甘くないって前にも何か言ったと思うけど、甘いいちごはケーキの甘さといちごの甘さでダメやから、口をキュッて閉めるために酸っぱいいちごをわざと作ってるんだって。それを一年中作ってるから、年がら年中この酸っぱいいちごで作ってるから、いちごは大体どのケーキにも乗ってるらしいね。で、この夏場パインとか、メロンとかね、これが今のシーズンらしいね。ちょっと前まで桃のシーズンやから桃があって、で桃のねケーキいいなと思って、バースデーケーキ桃にしたろうと思ったら終わっとってん。もういやね、もう桃シーズン終わってスーパーでも桃も少なくなってる。だからかもわからないんだけどね。やっぱりその安定供給のできるものがこのケーキになるんやろうね。だからイチゴは一番安定供給できるからね。だからあっちゃんのバースで12月やねんけど、12月のイチゴのケーキで普通にあるしね。またそのね、ケーキ用のイチゴってのは酸っぱいよね。だから逆にね、ケーキに甘いイチゴを使うとね、あっちゃん一回作ったことがね、まだミキちゃんが元気やった頃、あっちゃんちがミキちゃんが作ってくれるんだけど、甘いイチゴ、でも普通に手に入る甘いイチゴしか手に入れないから、でを使ったらケーキが甘いし、イチゴが甘くてね、ダブル甘々までダメやった。やっぱりケーキのイチゴっていうのは酸っぱいなかったらあかんねんなと思う。でもいろいろなものによって合う合わないってあるんやなと思って、美味しいね。この後ね、ゆっくり、ヒカルのバースデーをね、みんなで祝って楽しく楽しく、今日の夜を過ごしたいと思います。今日ね、まあ、一番の主役ミキちゃんとね一緒に
バースデーを楽しめたらなと、やっぱりみきちゃんに感謝やもんね。今日はね、そういう日なんで、みきちゃんに感謝して、ゆっくり、夜が更けると思います。今日はね、みきちゃんとひかるがこんなに大きく育ったよってあちゃんみきちゃんに報告して、で、夜を過ごしたいと思います。まあ、みきちゃんも分かってくれてると思うね。で、この世を去りたくなかったと思うけど、子供残してね、先に来たくはなかったと思うねんけど、仕方なく、病気で仕方なく言った時にね、あっちゃんに託した時にちゃんと育ててくれるんかなって心配だったと思うねんけどね、ちゃんと一応18までは育てました。はい一応ね、新成人ということでね、ちょっと年齢が下がったけど成人を迎えたってことはね、まあ、あっちゃんも子育て頑張ったなって自分も褒めてあげたいと思いますということでね、今日の主役はあっちゃんですということで、今日のあっちゃんの、あっちゃんのちゃんは今日の、ヒカの18回目のバースデーおめでとうと思ってくれた人、高評価よろしくお願いします。で、お誕生日おめでとうコメントいただければ、ヒカルもね、喜ぶと思うんで、ぜひぜひいただければと思います。で、あっちゃん、そしてスタッフ AB、スタッフ両ヒカルが一生懸命一緒にねやってるこのあっちゃんねる、ぜひぜひチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。またね、りょうのね、次のバースデー、あっちゃんのバースデー、次ヒカルのバースデー、ライニーのバースデー、みきちゃんのバースデー、みきちゃんのバースデーさっきやけどね、っていう感じでね、まあ、こうおいおいまたね、いろんなことを、いろんなイベントごとの時にはケーキも食べて楽しく、みんなの健康を祈っていきたいと思います。ということで、皆さんのバースデー、1年365日いつも誰かの誕生日やからね、あっちゃんライブする時ぜひぜひあっちゃんにもバースデーソング、みんなのバースデーソング歌わせてください。ということで、企画の辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。ではゆっくり食べていきます。